ジアンナ・ホムズ一周1、12月27日発売の表紙&ビハンドムービーショートバージョンが公開された、ムーブ・ザ・タイムスが雑誌全体のテーマとなる記念すべき一周1には、俳優、アーティスト、タレントなど様々な分野で活躍する町田啓太、白浜亜嵐、兼近大樹が登場。3人それぞれの豪華料表紙版が展開される。俳優として数々の話題作に出演する町田は、リプルス、波紋をテーマに普段のイメージとは違った艶やかなシューティング。表紙&裏表紙のモードな姿から色や柄物もさらりと着こなす圧倒的に、かっこいい、町田の特集で新しい一面を見せる。本人も珍しいと話すレアな半袖姿にも注目。町田啓太出演正月時代劇、一劇、2023年1月3日総合、BS4K 放送。工藤官九郎が脚本、痛快青春エンターテインメント。小説、幕末一撃必殺隊を原案にしたコミック、一撃を原作に、幕末期、薩摩藩士による御用盗に対応するため、農民を集めて結成された特殊戦闘部隊、一撃必殺隊の活躍を書く物語。大規模な歴史に名を残した、略称たち、庶民を主人公とした魅力あふれる出演者が生き生きと演じる。11月21日でデビュー10周年を迎えるジェネレーションズフロムエグザイルトライブの白浜は、音楽用語であるクレセンド、だんだん強くをテーマにバリエーション豊かな衣装でスタイリッシュな姿を披露。カラフルでプレイフルなスタイル、そしてテーマに沿った強く男らしい姿まで様々な顔を見せる。さらにワイルドで色気あふれる未腹筋も。ジェネレーションズフロムエグザイルトライブ、愛称、マイターンフィーチャリング JP ザ・ベイビー。2022年11月23日リリース予定。芸人、作家、タレントとマルチに活躍の幅を広げているEXITの兼近、Be Free、自由であれ、をテーマにかっこよく、遊び心も入った自由なスタイリングを凝縮。本人が、半分以上裸、と語ったシューティングは必見。芸人としての顔とは違いモードでセクシーな姿を見せる。兼近大樹EXITファンクラブトークライブ、インパリトークお前らとの交流、ボリューム21、12月21日、月曜日、20時から配信決定。また、3人の撮影の裏側を切り取ったビハインドムービーショートバージョン。も同志の SNS にて公開。紙面の、かっこいい、彼らはもちろん、ムービーでしか見られない裏側が見られる。